より企画の紹介をしてもらいます。皆さんこんばんは、ありがとうございます。じゃあ総務部から早速説明します。総務部は震災当日、食堂街縁日会場にて震災を参加する団体のお店を PR したポスターコンテストを開催します。今年も鶴見区明るい選挙推進協議会の方々と協力して、本物の選挙で使用する投票機材で投票を行います。たくさんの投票をお待ちしております。この他にも震災のパンフレットやポスターを作っています。パンフレットには震災を最大限に楽しむための情報が盛りだくさんです。このパンフレットは震災当日に来てくださったお客様全員に配布しますので、皆様ぜひお手に取ってください。また震災に関する情報が載っているポスターを近隣の銀行内や周辺地域に貼り出す予定です。こちらはですね、まだ作成途中でありますが、完成次第どんどん貼り出していきますので、皆さんぜひご覧ください。なおですね、震災の情報はですね、Twitter やホームページなどでも載っていますので。
Thank you.
してるみたいな。